1点返しましたソフトバンクホークス。センターオーバーのタイムリーヒット、2対1になりました。イーグルス1点差に迫られています。ここは甘いコースを狙われました。得点を許しています。ちょっと簡単にね、行き過ぎたかなって気がしますね。これで1点差に迫られました。さあ、そして打席には柳田が入っています。ここはチャンスに強いバッターに回ってしまいましたね。さあ、得点圏には同点のランナー、ランナー気になるでしょうけど、ここはバッターに集中して無失点で切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。打った、掴んで3アウト、同点のチャンスものにはできませんでした。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。しかしこの回ホークス点差を縮めていきます。2対1、ホークスが1点差まで追い上げました。西さん、立ち上がりを攻めてリードを奪っているわけですが、もう一押しして展開としては良くしていきたいですよね。いやー、まだまだ、もっともっと攻撃しなきゃダメですよ。なるほど。改めてお聞きします、バッターボックスの茂木、どういうバッターなんでしょうか。しぶといバッティングが新庄の手腕。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。打席には3番バッター岡島。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。武田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。外れていきます。打ちました。さあどうだ、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう、二塁へ送球する。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスにはウィーラーが入ります。さあ、追加点のチャンスです。点は取れるときにどんどん取るべきですから、逃さないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。さあ、初球は何か。初球はストライク、ストレートが決まっています。バットを出しません。ここはあっという間に追い込んでいます。アウトコース、これは見送ってボールです。打ちました。一塁そのまま入ってアウト、これは進塁打になりました。ツーアウトランナー三塁とかあります。さあ、そして打席には今江が入っています。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。打ちました。本田、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。イーグルス、サードランナー残塁に終わっています。3回終了、2対1、1点リードはイーグルスです。4回に入っていきます。追いかけるホークスの攻撃、打席には5番バッター内川。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。イーグルス1点リードで迎える4回です。さあ、小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。インコースボール、外の低めです。ツーストライクツーボールと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは5番デスパイネ。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。さあ、2球目は何か。高め、空振りです。ファウルになります。今のファウルの感じだとタイミング合ってないですから、他の球種を狙っていたかもしれませんね。ここもファウルです。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。
して三振です。6番バッター中村、ツーアウトランナーありません。ファウルになります。今のはボールになります。打ちいっぱい、これは入っていました。ワンボールツーストライクです。この球は外れています。低めの変化球は決まりません。スリーボールツーストライク。これもファウル。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、1点リードはイーグルスです。楽天イーグルス、4回裏の攻撃になります。バッターボックスは6番銀次。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。イーグルス1点リードで迎える4回の攻撃です。西さん、まずはリードを広げていきたいですね。やっぱり中盤でどれだけリードできるかですよね。そうですよね。相手にプレッシャーをかけておきたいですね。バッターは今日 DH に入っている濱田。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。わずかに入りません。わずかに外れた。まあ、ここは際どいところも打っていきます。引っ張った、三遊間抜ける。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく打ち返していきました。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。さあ、イーグルス追加点のチャンスを迎えています。この辺りで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。そうですよね。さあ、このチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには島が入っています。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。さあ、追い込まれてしまいました。次はボール気味に来るでしょうね。送ってきた、あーっと上げてしまった、掴んでアウト。一塁送球アウト、ゲッツーを取りました。送りバントは失敗、ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そしてバッターボックスには小野木入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあ、こういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。ファウルボールです。打ち損じてしまいましたね。そうですね。しっかり捉えた、サードの左、抑えた。一塁アウト、これでスリーアウト。ランナー出ましたが、イーグルス得点はありませんでした。4回終わって2対1、イーグルスが1点をリードしています。小宮山さん、追われる展開となっているわけですが、このぐらいの点差の時にピッチャーはどんなことを考えるものなんですか？いや、もうとにかく一球一球集中するということですよね。そうですね。さあ、しっかり抑えていきたい。次が2球目。チェンジアップが決まりました。膝元への変化球、ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。詰まらせたんですが、いいところに飛んでしまいましたね。そうですね。
ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。さあイーグルスピンチを迎えています。ホームランも警戒しないといけないバッターですね。なるほど、そうですね。まあそしてこういう展開で乗せたくないバッターが相手なんで、ここでしっかり抑えておくのが大事ですね。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあどう来るか。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、バックホームする、ライト前ヒット、イーグルスさらにピンチになりました。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。ここは慎重に行きたいところですね、さあこの場面で打席には9番の拓也が入っています。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、そうですか。掴んでアウト、ワンアウトランナー三塁一塁となりました。この感じで攻撃の流れを切っていきたいですね。まあまだ気は抜けませんから、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには1番の今宮が入っています。ここは三振が取れれば理想的ですね。そうですね。ここはボール気味のインハイストレートを投げれば空振りでしょう。なるほど、ファウルです。まあ、次はボールゾーンに落ちていくチェンジアップで空振りを狙いたいですね。このピンチ見事三振を奪いました。緩いカーブで見逃し三振を奪います。ここで同点にするわけにはいきません。三振でツーアウトです。次のバッターも慎重にいきたいですよね。さあそして打席には本田が入っています。さあツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。まあここも先ほど同様にしっかり抑えてくれれば大丈夫ですね。なるほど、そうですね。変化球打った、セカンド取った、一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。同点のチャンスがあったソフトバンクですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対1イーグルスが1点差を守っています。西さん、今日は接戦となっているわけですが、この試合展開をどうご覧になりますか。まあ緊張感のあるね、いい試合ですね。ピッチャー両投手とも頑張ってますよ。そうですよね。真ん中打ちました、ファウルになります。打ちました、取りました、一塁送球アウト、ワンアウトです。バッターは2番茂木。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはイーグルスが原島、そしてホークスが武田、この2人の投げ合いとなっています。引っ張った、一塁線落ちてフェア、打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。まあ甘い球は見逃さないですよね。さあそしてバッターボックスには岡島が入ります。さあ追加点の欲しい場面、まあ、この辺りに中押しできるとより戦いやすくなってきますよね。なるほど、そうですよね。インローボール、変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、ホームに送球する、ライト前ヒット、これでマルチヒット。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあそして打席にはウィーラーが入っています。さあチャンスが続きます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。
は中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンド列両方狙える守備体制ですね。あ、なるほど、いい当たりだ、ショート抜けていく、サードランナーがホームに帰っていきました。イーグルス追加点3対1、さらにリードを広げます。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。できることならもう少し点差をつけておきたいところ。打席には5番バッター今江、イーグルスこの回1点を入れています。さあ打った、サードが抑えた、2塁へ送球、2塁フォースアウト、ダブルプレイ、チェンジです。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。しかしこの回イーグルス1点を追加しています。5回終わって3対1、楽天イーグルスのリード広がっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の裏、一打先制のチャンス、9番バッター小野木、ランナー2人を返すタイムリー、イーグルス先手を取ります。しかしホークスすぐに反撃に出ます。2アウトで1塁にランナーを置いて2番本田、センターへ運ぶタイムリー、イーグルス1点を返されます。